郎さんが、納車になったばかりのインド FZ、はい、FZ25、ね、こちらですね、うん、我々が洗車をしようという理由はですね、納車された時に洗車されてあんまされてなかった。で後で気が付いたのは時計もね、だから時間狂ってるんで、多分その辺も、あ、じゃあその辺もインドクオリティということで、そうですね、その辺もはい、必要かなと思いますね。大丈夫です、インドの人たちはそんなもんです。特にですね、気になったのがこの下回りですね。はい、下回り、はい、こんな感じになってます。うわー、泥ついとるやーみたいなね、この辺もちょっと泥が、インドの泥がですねまだ残ってるという状態なので、カウルは綺麗なんですけれども、その辺を中心にですね、ピカピカにしようと、自分の車作業ということでやっていきたいと思います。これで終了。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。